いやもう中国のゲーム機にね、もう日本のレアなゲームほとんど入ってたんでね、収録されてたんでね、すごい助かるなっていうね。あ、これ、セーフティーラリー。これね、超レアなゲームなんですよ、これね。どんなゲームかちょっとね、知らないんですけど、安田火災？これなんか配布されたゲームかなんかですよね、これね。どんなゲームなんでしょうね。ちょっとやってみましょうかね。あ、レースか。まあ、ラリーっていうぐらいやから、まあ、レースやろうな、確かに。これもう、非売品のゲームらしいんですよね。でも、すごいですね。ファミコンで、こういう、ちょっとアニメーションみたいなのがあるっていうのはね。あ、なるほど。宣伝ついてるんよね。安田火災。はい。難易度選択。ノーピス。B 級、A 級。何？ノーピスって。まあいいや、とりあえずノーピスでいきましょうか。お、なんだ？ああ、なるほど。え？警告、あなたは一時停止違反をしました。減点。ああ！こういうゲームか、そういう、なんていうのかな、交通安全のゲームなんや。ああ、ああ、ああ。あなた、事故を起こしました。スタートからやり直してください。ゲームオーバー。失格です。A キーを押してください。ああ、なるほどね。交通安全の言うたらゲームってことか。ああ、難しいでもこれ。じゃあ、20キロぐらいにしとくか。操作が難しいもんな。これ人が止まってるな、これ。ああ、ダメか。一時停止違反をしました。減点。あ、なるほどね。こういうゲームなんや。めっちゃリアルなあれですよね。なんつうのかな。ゲーム版、なんつうのか、自動車教習所みたいなもんかな。って感じですね。自動車教習所のなんかでこう教わるようなことをゲームでやってるみたいな感じでしょうね。まあ、スピード出さないことに、出さないに越したことはないでしょうから、だから20キロぐらいでいいでしょうね。実際20キロなんてめっちゃスローです。ね、車で20キロって言ったらもうめちゃくちゃスローですけどね。なるほどね。これ斬新ですね。こんなゲーム今までなかったですもんね。まあレアになってもおかしくないわ、これは。確かに面白いかもしれない、これは。あ、ちゃんとゴールがあるんや。チェックポイントに着きました。あとはゴールに向かうだけです。頑張ってね。はい。20キロぐらいにしとこう。ここでチェックポイントなんや。まあ、これ通っていいのかな、こんな。これ通っていいのかな、こんな道。ちゃんと砂利道がこういう音がするんですね。あ、ちゃんと道案内の載ってる。どっち行きゃいいんや、これ。こっちでいいのかな。あ、止まれになってる。これ、どうやって止まんの、これ。あ、
あなた、一時停止班をしました。減点。徐行ね。あ、徐行ならまあ、10キロぐらいにしとこうか。はい、これで20キロぐらい出して。ちゃんと下に時間まで書いてますね。これ満ち合ってるんかな。あれ戻ってんちゃうのこれ。戻ってるやん。これスピード出してないからあれなんかな。音楽ならないのかな。効果音だけになっちゃったね、いつの間にか。あ、戻ってるね、これ。多分道間違えてたんかな。まあね、20キロしか出してないから、ちょっとじれったいですけどね。ああ、これ信号や。信号無視しました。減点。これ減点が多くなればなるほど、ちょっとあれですね。ああ、しまった。ちょっと、スピード出すぎた。そうか、B ボタンでブレーキか、これ。そうか、そうか。B ボタン押せば、減点できる。減点というか、スピードを、落とせるんですね。あ、なんか建物あるな。これでも、あ、音楽になった。これね、でも、おかしいところは、U ターンせずに突然こうやってね、回転できるとこですね。これはちょっとおかしいですけどね。実際そんなこと無理ですからね。普通の道になると音楽になるんよね。あれ？これなんかさっき来た道ちゃうのかな？違うか？あ、なんか、海みたいなとこに出たけど。おっと、危なかった。今ちょっと、ぶつかれそうになったね、ちょっと。もうちょっとスピード出すか。うん。30キロぐらい出すか。やばいやばい。危ねえ。危なかった今。やっぱ20キロぐらいがいいか。あんまり出しすぎると止まれなくなるからね。いやー、俺もチキンやな。スピードが出せないというね、ところがチキンですな。チキンなんですね。危ねえ。今危なかったな。あー、しまった。うわ、ぶつかった、おい。ゲームオーバーや。いや、結構進んだ気がするけどな。ちょっとこれね、試しにね。これ、あれか。あー、これ省略できないの？見ないかんの、これ。スタートしてもダメか。見ないかんのか、これ。めんどいな。安全運転教育ソフトってやつですね、これね。ここでセーブしようか。じゃあ、この A 級というのやってみましょうか。どんな難しいのか。どんだけ違うのか。
と思った。ちょっとさっきと違う道で行ってみましょうかね。ああ、閉まった。失格です。失格ですか、間違えた。あれ、お、あ、これあれや、コントロールがさっきよりむずくなってる。それがあれか、難易度の難しいなっていうことか。ちょっとコントロールがさっきよりやりづらくなってるわ。スピード出さずにプレイする。あ、これ50キロ限定。あ、でも20キロしか出してないから大丈夫でしょう。うん、ここなんか、さっきも出たよな。ここっていけるんかな？あ、いけるんや、一応。山道っていうかね。いけるんかな。あ、いけるんや。これいけるんやね。徐行は大丈夫と思うんですよね。これ徐行になってるから20キロやからね。え、徐行場所違反をしました。徐行場所違反って何。あ、徐行か。え、徐行してたけどな。20キロでもダメなんや。徐行違反？あれで徐行できてなかったん？こっちとか行けるんかな？あ、行けるんや。行けるけども、これこっち行ったらどうなんの？あ、進めないだけか。こっちは行けないのかな？行き止まりか。じゃあこの広い道通った方がいいよな、じゃあ。これでも難易度が上がってるって言っても、ちょっとまあコントロールが少しやりづらくなってるぐらいで、それ以外はあんま変わってない気がするけどね。すごい、なんていうのかな。斬新なゲームですね。でも全然ゴールがわからんけど。全然わかりませんけども、ここ行けるんかな。行けるんやね。山道みたいな感じやけど、
ち行ってみるか。道が全然わからんよな。道ぐらい教えてほしいよな、これ。結局どこに行けばゴールなのかがよくわからんから。これあれか、信号やな。ああ、やばい！しまったー。ゲームオーバーや。なるほど。だいたいわかりました。はい。じゃあ違うゲームやりましょう。まあ面白かったですね。よくできてますね。